カオリンの故郷の方言ちょっと習ってみたんだ。言っても覚えた方言一個だけなんだけどね。ヒデサイ、デージ頼りにしてるからこれからもやろ。雨ちゃんってデージ可愛いよね。目も耳も尻尾も全部可愛いけど、君は綿飴ちゃんのどこが一番可愛いと思うね？そうだよね。もぐもぐお菓子食べてるところデージ可愛いよね。後でたくさんサーターアンダギー作ってあげよっと。ん？作るの手伝ってくれるの？ありがとう、助かるさ。博士がいろいろ難しいこと話してたけど、本当に大厄災って起こるのかな？私にはよくわからないよ。ねえねえ、君はその辺どう思ってるの？さすがだね。そういう責任感が強いところ尊敬してるよ。私も博士の研究のことはよくわからないけど、綿飴ちゃんへの責任感は負けてないさ。一緒に頑張ろうね。ハロウィンシーズンになると幽霊が増えるって君は言ってたよね。もうすぐハロウィン本番だし、そろそろ幽霊が出てもおかしくないさ。もし悪い幽霊と出会ったら
どうするのが一番だと思うね。そうだね、悪い幽霊なら戦ってでもなんとかしないと。けど多分こっちの攻撃は当たらないよね。なら話し合いで解決するさ。話せば分かってくれるはずだよ。食べてくれるよね。けどもっと喜んでもらいたいから少しアレンジしてみようかな。なるほど、ワンちゃんって骨が大好きだもんね。さすがキミ、ナイスアイデアさ。早速作ってみよっと。骨骨サーターアンダギーが完成したら一度試食してみてね。ちゃんは甘いものをいくらでも食べられますが、他に特技はないんでしょうか。中堅という言葉もありますし、テイクとウィッツに一役買ってもらうのもありかもしれません。足の速さ、つまりでレイヤークですか。さすが将軍、いい考えです。私の足でも追いつけないくらいなので、将軍の命令をいろんな領地にいるキャラに素早く送れますね。将軍は少し前から博士の助手をしているんですよね。ただものじゃない気配はしますが、研究も意味不明でよくわかりません。将軍は博士や研究のことをどう思っているですか。将軍は博士の研究を信じているんですね。火のないところに煙は立たないとも言いますし、嫌いとして私も将軍に従って頑張るです。
シャグーン、私のハロウィンセイバーズの制服を見てください。強くなったような気がしますが、シャグーンはどうもです。たまには家来のことも褒めて仲介はしてください。博士にお願いして、私らしい模様を入れてもらいました。いついかなる時も遥か東の国と国に思いを馳せていますから、ハロウィンでもこれがニノスタイルです。学生の発明技術は彫刻のからくり技術にも引けを取りませんね。私の笛は音で妖魔を呼び寄せることができますが、諸君の装備はどういう能力があるんですか？ふむ、背中の捕獲器にはそのような機能もあるんですね。だから私が初めてワタアミちゃんと会った時、その花は折ってシャグーンも現れたというわけですか。諸君、霊界ってどんなところなんでしょうか？わたあみちゃんみたいな可愛い妖魔以外にも悪霊や怖い妖魔もいっぱいいる世にも末恐ろしい場所ですか？楽ですか？それは楽しみです。とても気になりますが、街はこの世の天下統一に先です。あの世を満喫するためにも生きている間に人生を全うしたいです。ちゃんって超モニカバじゃん。ファッションアイテムとか作ったら絶対ウケると思うんだよね。ねえねえねえ、ヒデサイだったらどんなの作っちゃう？マジ？うちもヒデサイと同じこと考えてた。初めてわたあめちゃん見た時、アクセと思って頭にのっけちゃったし、ふわもこであったかくてモニカバとか最強すぎてワーロこの制服ビシッと決まる感じで超かっこいいっしょ。何気に結構気に入ったんだけど、ヒデサイ的にはどう？
うち決まってる？好きなポイントとかあったら教えて。やっぱヒデサイもそう思う？超決まってるしょ。このリボンとか羽飾りとかお気に入りのポイントなんだよ。もうちょい近くで見てみる？遠慮しなくていいよ。博士ってやばいくらい頭いいんだよね。大厄災とか研究してるし、話聞いてもうちはよく分かんなかったけど。なんか論文書かなきゃなんだっけ？博士の仕事って夏休みの自由研究を一生やり続ける的な？考えただけで頭痛くなってきたんですけど。街の中もハロウィンフェスの準備でにぎわってきたし、なんかお祭りが始まるって感じでワクワクしてきたかも。ちな、ヒデさんはどんなことしたいの？ヒデさんも？そんじゃ研究の手伝い終わったら一緒に行こうよ。今年の仮装のトレンドとかもチェックしたいし、マジ超楽しみすぎなんですけど。バイト頑張ろうね、ヒデサイ。タアメちゃんもジャックも霊界から来たんだよね。霊界ってどんなとこかヒデさん知ってたりする？怖い妖魔だらけだったらマジヤバなんですけど。霊界から来てお化け屋敷やってるって、もしかしてマジなお化け？その友達今年もハロウィンに来てるかな。うち会ってみたいかも。てか今更だけど、ヒデさんってどこにでも友達いるのすごすぎっしょ。